死んでも欲しくないスタンド能力。ジョジョ作品を見ていると、こんなスタンドだったら死んでも欲しくないな、というスタンドを目にすることがよくあります。そんなスタンドは、発動条件があまりに重すぎるスタンドだったり、苦しい生活を強いられてしまうスタンドだったりと、様々です。というわけで、本日は、死んでも欲しくないスタンド能力を見ていきたいと思います。なお、本ランキングは、本チャンネルにて実施したアンケートの投票結果及びコメント欄の反応をもとに、順位付けした結果で見ていきたいと思います。投票総数 6.7 万票、総コメント数395件。皆様、たくさんの投票&コメントありがとうございました。詳細が気になる方は、ぜひコミュニティの方も覗いていってください。それではスタート。第12位、第6部、サバイバー。まずはじめにランクインしたのは、デュオを認めた最弱スタンド、サバイバー。この能力は、プッチ神父とデュオの会話で初登場し、プッチ神父の最も弱いスタンドは何かという問いに、デュオは、スタンドは適材適所であるため、強い弱いの概念はない、という前置きを置いてから、強いて言うなら、サバイバーは最も弱いが手に余る、と発言している。当時、おそらく誰よりもスタンドに精通していたであろうデュオに、最も弱いと言わせる、そのサバイバーの能力とは、人を怒らせるである。より正確に説明すると、スタンド使いが何らかの怒りを覚えると、非常に微弱な電気信号を流し、濡れた地面などを通じて周囲の人間に伝わると微弱な電気信号が暴走本能に作用して人を怒らせるという能力で、うまくいけば敵同士に殺し合いをさせることができるが、効果範囲内で敵味方関係なく発動するため味方が巻き込まれる可能性も非常に高く、ディオが手に余ると発言したのも頷ける。また電気信号が伝わるように事前に地面を濡らしておかなければならなかったり、スタンド使いの怒りが必要であったりと、意外に発動条件もめんどくさい。でもまあ注意してれば使いこなせるし、死んでもいらないってほどじゃないよねと思った方、甘いです。スタンド使いは惹かれ合う。つまりこんな雑魚能力をもらってしまったがためにチートスタンド使いに出会ってしまい、無残に殺される確率が跳ね上がっているんですよね。普通に生きてれば顔の肉と脳みそが3分の1ほどシェイクされたり、真実に永遠にたどり着けなくなったりしないのに、こんな人を怒らせる能力のせいでやられたらたまったもんじゃない。ディオの推薦もあったので投票項目に加えたが、わずか 7% と最下位だったため、この順位とした。第11位、第5部、グリーンデイ。続いてランクインしたのは、8少年、ボス直属親衛隊にして、快楽殺人に目覚めた元外科医、チョコラータのグリーンデイ。その能力は、自分より低い位置にいる生き物を無差別に腐食させる、食人カビを散布するというもの。いや、めちゃくちゃ強いじゃん。と思った人は冷静になってください。この能力、発動するかどうかは任意というだけで、本当に無差別で人を殺しまくってしまうんです。射程範囲は、最初は10メートルですが、餌食となった人間の死体と、時間経過によって範囲は広がり、ネズミ断食に拡大していくため、どう考えても自分で把握しきれる範囲を超えて、バンバン人を殺してしまう。作中では、ローマ市内で、多くの一般市民を無差別に殺害したが、例えば東京23区内で能力を発動した場合、1平方キロメートルあたりに約6000人の人間がいるので、ローマ市内の2000人に対して単純計算で3乗の速度で拡大していく。チョコラータみたいに完全サイコパスでもない限り、こんなに大量の人を殺したいことってありますか？現在社会で生きていたら、あいつだけはどうしても許せねえってやつが1人か2人くらいはいるかもしれませんが、あのあたりに住んでる全員皆殺しにしてって思うことなんて普通ありませんよね。どう考えてもやりすぎ。コメント欄で注目集めて、見事にランクイン。第10位、第5部、パープルヘイズ。続いてランクインしたのは、パッ少年護衛チームのメンバー、IQ152 のパンナコッタ風語のスタンド、パープルヘイズ。その能力は、殺人ウイルスを操ること。おいおい、またウイルス系かよ。同じじゃねえか。と思いきや、このスタンド、グリーンデイにはない致命的な欠陥が存在するスタンドなのだ。その欠点とは、完全に制御不能で、本人すら巻き添えに遭う可能性があるということ。中距離タイプの人型スタンドで、小型のカプセルに殺人ウイルスが詰まっているのだが、カプセルは簡単に破れて、ウイルスが拡散する。吸い込むと30秒で発病し、内臓から腐るように侵食して、死に至る。風語も、よほどのことがない限り、この能力を使おうとしないのだが、こんな一歩間違えたら自分も死んじゃう能力、確かに持ってても使いたくありませんよね。一応スピンオフ小説でパープルヘイズディストーションに進化して強化されすぎたウイルスが共食いするようになり、逆にある程度制御できるようになったものの、能力を発動させたまま死亡した場合、殺人ウイルスが完全に制御不能で発動し続けるのではないかという最悪の可能性も考えられる。能力使用中に死んだら人類滅亡って責任重大すぎて、本当にこんな能力いらねえってなりますよね。人気な5部の使用キャラで知名度もあるため投票項目に加えたのだが、結果はわずか 11%、真の雑魚能力の前に惨敗したため、この順位とした。第9位、第7部、ヘイヤー。続いてランクインしたのは、最も幸運な男、心子の持つ、最も何もしないスタンド、ヘイヤー。このスタンドの能力は、ただ褒めるだけで、雑魚すぎるけど、マジで欲しい能力、という別の動画でも紹介したのだが、ストレスにさらされている現代人が、とにかく褒めて欲しいからということを理由に、なんとベスト3に入賞。しかし今回は真逆の、死んでも欲しくないスタンドにノミネート。なぜこのスタンドがランクインしたのかというと、それは虚しいからだと思われる。今日はミスしちゃって怒られちゃった。大丈夫だ。今度はうまくいくさ。パチンコで5番負けちゃった。問題ね、次に10万取り返せばいいんだ。次失敗したら FX で全財産とかしちゃうけど大丈夫かな。そのまま突っ走れ、俺が守ってやるからな。と何をしても反省する間もなく励まされるので、心このような強運がないと破滅すること間違いない。しかもふと冷静になった時に、自分のスタンドに励まされていることが生きがいの悲しい人間になっている自分を客観視して、さらに死にたくなりますよね。本当にへこんでしまって励ましが必要な時はマジで最高なスタンドかもしれませんが、これが常に傍らにいて甘やかしてくるのは確かにヤバいかもしれない。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第8位、第5部、
トーキングヘッド。続いてランクインしたのは、なぜこの能力でボス親衛隊に入れたのかわからない、ティッツァーノのトーキングヘッド。このスタンド能力は相手に自分の意思とは真逆のことを言わせること。マジでそれだけ。しかも能力を発動するためには直接下の近くに接触しなければならないという激ムズ条件である。しかも怠慢で嘘をつかせても何の意味もないので、必然的に他人数戦でしか効果を発揮できないなど、使える場面も非常に限定的である。これだけの準備が必要なのに効果は嘘をつかせるだけって、どう考えてもリターンが見合ってなさすぎですよね。ブチャルティチームで一番頭が悪そうなナランチャを狙ったから結構戦えていたものの、ジョルノなどその他のメンバーだったら瞬殺待ってなし。そもそもこんな雑魚能力で全員スタンド使いのチームに戦いを挑むなんて無謀すぎるし、むしろ結構な手傷を負わせられたのがすごすぎる。スタンド使いは惹かれ合う。こんな能力をもらうくらいなら激しい喜びも深い絶望もない植物の心のような人生を送りたいものですよね。コメント欄で注目集めて見事なクイーン。第7位、第5部、ローリングストーンズ。続いてランクインしたのは、逃げられない運命そのもの、ローリングストーン。黒い球形の石のスタンドである、ローリングストーンズの能力は4つ。四季が近いものの前に現れ、そのものの最後の姿を表した彫刻に変化し、彫刻に掘られたものが石に触れると安楽死させる。安楽死を拒む者の未来があまりに悲惨な場合、安楽死を強行しようとする。そして、このスタンドの最大の問題は、一切の制御ができない点である。この能力を手に入れたとして、普段通り生活として、たまに周りの悲惨な死を遂げる人の前に石が現れて、次の日には遺体が見つかる。こんな悲しい人生ありますか？たとえ事故とかで苦しみながら死ぬはずだった人が、苦しまずに死んでも死までの残り少ない時間を自分が奪ったという罪悪感はマジで半端ない。しかもこの能力は運命そのものであるがゆえに絶対に回避不可能。最愛の人の運命を知ってしまった日には残りの時間をどんな気持ちで過ごせばいいんだって感じですよね。コメント欄では、やはり制御不可能なのでいらないと注目を集め、見事ランクイン。第6位、第3部、アヌビス神。続いてランクインしたのは、500年前の刀鍛冶のスタンド、アヌビス神。スタンド使いは500年前に亡くなっているが、刀に宿ったスタンドの実が存在し続けている。刀を抜いたものを操り、戦った相手の能力を学習して強くなるという刀に宿るタイプのスタンド。全く剣術を知らないド素人でも、この剣を握るだけで、あのジョー太郎すらもあと一歩のところまで追い込むほどのとてつもない力を得られるようになるのだが、一点だけ問題がある。それは完全に自我を乗っ取られてしまうということ。いや、これはヤバすぎる。意識がない間はアヌビス神のやりたい放題なので、次に目が覚めた時には自分の大切な人が切り刻まれていたり、逆に戦いに敗れて自分の体がボロボロになっていたりなんてことも考えられる。コメント欄では、アヌビス神に意識を取られるので嫌ですなど大量のコメントを獲得していた、見事にランクイン。第5位、第6部、水を熱湯にするスタンド。続いてランクインしたのは、プッチ神父がフーファイターズの始末用に保管していたスタンド名不明、本体不明のスタンドディスクの能力、水を熱湯にするスタンド。フーファイターズはプッチ神父の能力で、能力と記憶を得て生物になったプランクトンで、プッチ神父を裏切りジョリーンの仲間になったのだが、体はプランクトン集合体であるため水がないと生きられない。プッチ神父はフーファイターズが裏切り交戦する可能性を考慮し、戦闘中に水分補給をして肉体を修復しようとした時のために用意しておいたのがこの能力である。水を熱湯に変えればプランクトンは32度以上の熱で死滅するため当然生きていけない。完璧なフーファイターズ対策とも言える能力だが、どう考えても他の場面で使いなさすぎて弱すぎる。日常生活でお湯沸かし放題じゃんとかも一応考えたが、能力を使ったのはプッチ神父ではなく、スタンド能力の記憶されたディスクを入れられたフーファイターズ本人であり、当然フーファイターズに能力を使う意思はなかったため常時発動型スタンドである可能性が高い。周りの水が全部熱湯の生活耐えられますか？水を飲んだら火傷して、風呂に入ろうとしたら火傷して、絶対耐えられませんよね。弱いし生活にめちゃくちゃ邪魔で本当に死んでもいらない。コメント欄で注目集めて、見事ランクイン。第4位、第4部、スーパーフライ。続いてランクインしたのは、送電鉄塔と同化したスタンド、スーパーフライ。その能力はスタンドが同化した建物の中に一人の人間を閉じ込めるというもので、スーパーフライは廃棄された送電鉄塔と同化し、スタンド使いの金田一豊弘は3年間強制的に鉄塔で自給自足の生活をすることとなった。鉄塔から解放される条件は、誰かを鉄塔内に誘い込むこと、鉄塔内の一人だけを出れなくする能力のため、最後に鉄塔に残った一人が出れなくなるのだが、そもそも能力が発動してから人が中に入ってくるまでの時間は未知数。スタンド能力者が絶対に最初に捕まることを考えると、どう考えてもいらないこの能力。鉄塔内では鉄塔への攻撃が全て反射するなど、捕まえる以外にも一応能力は存在するものの、鉄塔生活がきつすぎてそんなものはないにも等しく、金田一豊弘は3年間も普通に生活できていたが、それは彼がめちゃくちゃすごいだけ。野ざらしの鉄塔で普通の人間は生きていけないし、そんなヤバそうな場所に人を誘い込むことなんか無理ゲーすぎるでしょう。 TBS の番組でこの鉄塔を再現した企画が行われていたが、電話で呼び出し OK など本家よりはだいぶマシなシステムだったのに、さすがにやりすぎと BPO に苦情が入る始末。投票では 32% もの票数を獲得したものの、コメント欄で能力発動が死に直結しないだけマシと圧倒的ゴミ能力の前に敗れてしまったため、この順位とした。第3位、第6部、
ハイウェイトゥヘル。続いてランクインしたのは、サンダーマックイーンがプッチシンプにディスクを入れられて得た能力、ハイウェイトゥヘル。このスタンド能力は、スタンド使いが自殺する際に、ターゲットに選んだ相手を同じ状態にして、道連れにする能力で、別の漫画で言うと、ナルトの暁の被弾の不死身なしバージョンである。当然、自殺願望や自傷行為がなければ発動せず、一人を殺すために確実に自分も死ぬため、持ってても使いたくありませんよね。そもそも、自分がたとえ死んでも殺したいなんて相手がいる人、結構な少数派なんじゃないですかね。なんか現代というよりも、時代劇の必殺仕事人とかの世界観ですよね。こういう自爆系の能力の中では、ほぼ確実に道連れにできたり、死に至らなかった自傷行為も対象に反映されるため、使い勝手は微妙にいい方ではあるが、それでもどう考えても代償が重すぎる。差し違えてでも殺したい相手がいない限り、誰も欲しがらないであろう、ハイウェイトゥヘル。コメント欄で注目を集めて、見事にランクイン、第2、第5部。ノトリアスビッグ。続いてランクインしたのは、ゴムにおいて最強クラスのスタンド、ノトリアスビッグ。このスタンドの能力は最強クラスで、周囲の最も速く動くものを探知し、それと同じスピードで無差別に襲うというもの。どんなに速く逃げても逃げられず、破壊力 A でスピード、射程距離、持続力の項目がそれぞれ無限であるため、まず逃げられない。周囲のあらゆるエネルギーを食らってどんどん巨大化するため、時間が経てば経つほど手がつけられなくなる非常に厄介なスタンド。ではなぜこんな能力が2位なのか。それは発動条件がスタンド使いの死だからである。いや、どんなに強くても自分が死んでからだと遅すぎるんですよね。しかもほぼ確実に対象を仕留められるハイウェイトゥヘルとは違い、対象を確実に仕留められるわけでもない。そもそも自分が亡くなった後に無差別無尽蔵に暴れまくる化け物を生み出したいな。はい、ノートリアスビッグって状況ありますか。無差別に襲ってしまうため、もしかしたら自分の家族や友人など親しい人まで巻き添えにしてしまう可能性があるこの能力。コメント欄では、関係ないやつまで巻き込むのが最悪と、倫理観がちゃんとした視聴者に冷静に突っ込まれており、注目を集めて見事ランクイン、第4部。チープトリック。見事第一に輝いたのは、客外あって一理なし、木野と正蔵の持つ絶対にいらないスタンド、チープトリック。このスタンドは役に立たないとか、周りに危害が及ぶとか、代償が重すぎるとか、そんなレベルではなく、本当にマジでデメリットしかない。その能力は、スタンドがスタンド使いに取り付き、スタンド使いが誰かに背中を見られたら、背中を引き裂いてスタンド使いを殺害するというもの。まさに純粋なデメリット。いきなりスタンドの矢で撃たれて助かったと思ったのに、こんな能力が発動したらマジで最悪。しかも背中を見た人に、スタンドは移動するため身近な人を巻き込む可能性も非常に高い。取り憑かれたロハンは、たまたま近くに振り返ってはいけない小道があったからなんとか処理できたものの、何も分からずに背中を見た人が次々と亡くなっていったら、まさに地獄絵図。自分がスタンド使いであるため、スタンドを無理やり処理しようとすれば自分にもダメージが返ってくるため、どうしようもできない。これまで紹介してきたスタンド能力とはマジでレベルが違いますよね。一生背中を壁に隠しながら生活するなんて難易度が高すぎる。ある程度田舎の森を町でも無理なんだから、都会なんて絶対住めないですよね。助かる道があるとすれば、一生山奥に引きこもって人に怯えながら自給自足するしかないでしょう。投票では 50% と圧倒的な票数を叩き出し、コメント欄での注目も集めて見事第1位にランクイン。いかがでしたでしょうか。本編では紹介できませんでしたが、3部のホリーの茨のスタンド、同じく3部のエボニーデビル、4部キラヨシヒロのアトムハートファーザー、7部シュガーマウンテンの泉などもコメントが挙げられていました。皆様、たくさんの投票&コメントありがとうございます。このように本チャンネルで実施したアンケート結果を元にしたランキング動画を今後も作成していきたいと思いますので、皆様よろしくお願いします。またこんなランキングをやってほしいというリクエストがありましたら、本チャンネルのコメント欄にてどしどしコメントをお願いいたします。最も刺さったリクエストはコメントを固定させていただきます。それじゃまたね、バイバイ。